はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラゴンファンタジー2、前回の続きからやっていきたいと思います。とりあえずちょっと戦闘音楽をまず変えましょう。これはちょこ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 できれば変えていきたいんで、今回は何にしようかな。今までロマサガ1だったから、サガにするか。サガ2でいきましょう。 OK。でここはもう多分用はなさそうなんで、西のメルキド、城塞都市メルキドを目指して、まあ、魔物もね結構強いんですよね、ここら辺。お、そうだ、出た猫キックのやつ。なんか戦闘音楽を変えるといきなりちょっとビビるな、あれとか思う。クリフトは祈るか。ビビが結構減らされたかな。懐かしいな、サガ2の戦闘曲とか。あ、いた。なぜビビを集中攻撃する。ビビをいじめないでくれ。祈る。 OK、 だいぶ成功確率は高いな。よーし、そろそろクリフトが上がってもおかしくないんだけどな。あれ、これどっちだ。上は何がある。左はちょっと毒の沼違ったから回避してしまったけど。ああ、洞窟がある。あの洞窟は多分関係なさそうだな、まだ。うわー、このゲイラキャットの猫キックがいかんせん強い。わ、来た。うわ、27。これはちょっとホイミを発動する必要があるな。全くもって厄介なやつだ。いてててて。いや、でもこれアリーナマジ強いわ。あれ、俺鋼鉄の剣買って装備したっけ。装備したな。だから20いくつ当たるんだよ。そうだそうだ。よーし、レベル8。あれ、クリフトより早く上がった。雷鳴剣。あれ、なんでクリフトレベルの上がりがちょっと遅いぞ。こっちは特に何にもないから、やっぱりこの毒の沼地を通らないといけないのか。いた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 。あー、メルキドだな。これゴーレム出てくるか。てかいるし、ゴーレムがアーロンがいる。お前たちこの町に入るつもりか。はい、無駄なことはやめるんだな。そいつはゴーレムといって、召喚士ブラスカがこの町を守らせるために呼んだ召喚獣だ。召喚士以外の人間ではゴーレムをどかすことはできん。どうしてもメルキドに行かねばならんのなら、ビサイドにいるブラスカの娘に力を借りるがいい。結局そういうことかよ。こいつ話せんのかな。戦って通りますか。いや、勝てないでしょ多分。戦ってみよう。え、ボスの音楽になってないけど。くらい。一応祈っとこう。そうで、ファイヤー引き返す。いや、怖えとんでもねえ攻撃が来そうだな。戦うか。ゼロとか言ってくらえ。やべ、来た。グオ、35か。勝てないことはなさそうだな。勝てないとかあんのかな。白魔法でポイに。これはファイヤー引き返せ。これいけんじゃねえってか、倒せんのこのままやってて。それがわからない。倒せないってなると時間の無駄だからな。まあ一応やれるだけやってみますか。あいたたたた、ビビがビビが。コインを回復しつつ、なんかとんでもない攻撃が来るってわけじゃないんで、ビビのファイヤーがだいぶ役立ちます。13当たり、引き返す。くらい。こいつな、攻撃してもゼロだからな。祈っとこう。で、ファイヤーと。くらい。一言いくつ
したんだよこいつ。倒せないかな。こんだけやって倒せないってことは、ちょっと次のアリーナのターンになって倒せなかったらちょっと諦めようかな。諦めようかなっていうか逃げられんの、引き返せ。いやーこれはあれだな、逃げよ逃げよ。あ逃げた。この町を守るのはブラスカの命令、動くわけにはいかぬ。あーダメっぽいなやっぱり。ちょっと時間の無駄をしてしまった。じゃあちょっとユーナを連れてくるか、もう一回ビサイドへ戻るのか、歩いて戻るか。そうするとそれはさっきのボスの音楽あれでしたね、多分聖剣2の確かボスの音楽だったような、かなり名曲ですね。あれも祈ると、おホイミスライムがいる。ホイミスライムが闇名曲、見るからに強そうだけどあんまり強くないっていう。30クラウン食らうんじゃないかって最初。おいってー、ホイミンが攻撃してきた。ホイミンのことに生意気だ。あホイミンで思い出したけど、これ盗賊の鍵、あそうだダメだ。ライアン仲間になるんじゃないかと思ったけど、印がないんだ。印がライアン忘れそう。ようやくクリフト7だ。おビビが8に上がった。よしレベル上がってくれるとだいぶ助かりますからね。ヒットポイントがかなり上がるんで、1上がるだけでもだいぶ違うっていう。まず寝よう。宿屋右上か。オッケーオッケー。もうせっかくだからちょっと音楽変えていこう。もう変えるのかって感じだけど、どうしようかな。 FF 系にするか。 FF の FF まあ7だな。 OK で、ここにいるんだっけ。いねえし。これなんか入ってる、入ってないか。どこ行ったんだよユーナ。炎の洞窟に行くって言ってたな。召喚師様なら炎の洞窟に向かれたよ。街を出て海を挟んで向かいに見える洞窟だ。あそこか。もう場所は分かっている。全く手間を取らせてくれる。これサマルトリアの王子とか出ないのかな。ドラゴンクエスト2、まあさすがにねキャラ全員出すってわけにはいかないから、ある程度主要キャラを出してるんだろうけど。お、クリフトの方が速くなってる。勇者より。大名剣。うわ、めっちゃ食らう。攻撃力は高いな、オニオン。そう考えるとクリフトも、鉄の槍を買ってあげたいけど、なんであいつが乙女の気質を持ってるんだ。あ、そうか、凍土を使ってくるからか。ここか、炎の洞窟。イフリートかな。そうするとイベント的に、なんだいあんたたちは。あ俺はティーだ、ユーナの召喚師のガードさん。え召喚師の力を借りたくてこんなところまで来たってのか。そうですか。ラダトームから魔王ザンデを倒すための旅を。ザンデを倒すことは召喚師の使命でもあります。力を貸して差し上げたいのですが、私たちはこの洞窟の奥で召喚獣イフリートを手に入れなければ。残念ながら今すぐに力を貸すわけには。じゃあいっそのことあんたたちも一緒に来たらどうだい。協力してくれたらこっちもすぐに片付くだろうしさ。まあそうだな、まあ手伝ってくれるのですね。ありがとうございます。ありがたいっす。言い忘れてたけど、こっちの大きいやつはロンゾ族の決まりだ。ロンゾ族は受けた敵の魔法を覚えて使うことができるんだってさ。青魔法か。じゃあ行こうぜ。イフリートとは戦闘になるだろうからちゃんと準備しておいてくれよ。誰入れっかな。今のパーティーでいい気がするんだけどな。そうするとビビをユーナに変えるかどうかだな。ちょっとパーティー編成で、決まりとか攻撃力このまま見れるな。57、アリーナは66、61、やっぱりダメだ、勝てないアリーナには。ティーダは53。どうしようかな。ユーナ連れてきたいよな。
クリフトはな、祈るがあるからね、なんだかんだで役立つんですよね。BB をちょっとユーナに変えるか、そうすると。あれどうすんだ、こうか。ユーナと BB を交換して、終わりと。編成終わり。魔導士の杖とかそのまま外した方がいいのかな、ちょっとわかんないけど、まあいいや。ユーナの能力を見ましょう。あ、ホイミ使えるじゃん、こいつ。シブアもある。8か、結構使うな。攻撃は召喚魔法で、なおかつ回復魔法も使えるという、そういうキャラか。魔導士の杖持ってるし。レベルも結構高いな。7だな。OK、OK。ここは召喚獣イフリートが眠る炎の洞窟。てか、お前ら何なんだ何者なんだ。おお。これって、行くとダメージ食らうパターンか。ガトリングスって、ああ。カウンターの針はやってたのかな。眠りにらみきたー。くらえ。26。うわ、16。うわ、なんだ。何かの不可攻撃があるな。メーダがもう出てきた。いけるか。あ、いけないな。そもそもいけない。溶岩地帯には。結構広そうだな。うわー、プリン系だ。攻撃魔法のやつがいない。ゴリ押し、いやー届かなかったか。ゴリ押すしかない。あ、召喚魔法使おう。シブは時間がかかるって言ってたな。うわ、つたつた、やばいやばいやばい。フルボッコだ。ダイヤモンドだぞー。おお、強いね。召喚魔法さすがだな。何これ、カトン。忍者系のやつか。薬草でケチろ。宝箱がある。あれ取りたいな。どっから行くんだあれ。最初のところを上か。ちょ、戻るか。宝箱はね、やっぱり取っときたいっすからね。何があるのか知らない。うわ、またこのパターン。どうしようかな。防御しとこう。で、こいつ祈って、よしよしよし。で、こいつも防御して、で、召喚魔法でシブアと。あちあちあち。え、ファイラー、マジかよ。いやー食らうな。ダイヤモンドダストは、これは一旦ちょっと探索したら戻ることも検討しないとな。フェニックスの、やった。シグアがね、8使うから。これはゴブリン、何、ブラックゴブリンか。あ、しまった。祈る使いよかった。クリフトのパワーがやばい。ユーナもやばいけど。14。うわー、14食らうな。祈る祈る祈る。ただで回復できるのはかなりでかい。装備を、うおー、ゴブリンパンチ。装備をもう少し整えた方がいいのかな。あまりにも貧弱だからな。54円でも入るんだったら、そこそこ早く溜まるんじゃないか。少しレベル上げしようかな、ここで。そうだな、ちょっとレベルを上げよう。レベル上げというか、お金を貯めつつレベルも上げるみたいな。テレポストーンみたいなのはないから、買ってこよう。ボム来た。早く倒した方がいいぞ。攻撃開始。うわー、どうしよう。召喚魔法使おう。シブはベガンテ。うわー、基本中間。うわ、死ぬ。ユーナ死ぬ。グワ、死んだ。戦死者が出た。まあ一応フェニックスの方はあるからな。まさかメガンテを使ってくるとは。経験値とかもあんまり無駄にしたくないんで、もうあれ使おう。フェニックスの2つしかないけど、しょうがない。
よみがえれ16か、これで倒せるはずでしょう。いや、やっぱりこのまま奥に進むのは危険だな。ほいにと、そうだな、ちょっとレベルを上げるか。まあ、まずは奥まで行って帰ってこれるようにテレポストーンを買いに行こう。でクリフトに鉄の槍を買ってあげよう。やっぱちょっと攻撃で押していきたいから。30うん、ジャベリンが弱いな。ファイヤーもなー、ちょっとイマイチになってきたな。アリーナは相変わらずの強さだからな。よーし、レベルが上がった。かまいたち羽帽子やった。とりあえず町へ戻る。それまでにいくらになってるか。今いくら800円あるのか。でもクリフトに鉄のアイテム買ってあげるか。くらえ。コインミスラインかな。うわー、でも効く。13。ホイミ、ホイミって40近く回復するんだ。アリーナがな、せめて一発で倒せるようになってくれればまた違うんだけどな。まあ、まずはちょっとクリフトの攻撃力を強化しよう。ビサイドの村行って、まあ、まずは寝よう。寝て、そしてテレポストーンを買いましょう。道具屋ってどこだった？あ、こいつか。テレポストーンみたいなのあったよね。なんだっけ？あ、思い出の鈴だ。40円するのか、結構高えな。で、奥まで行ってキメラの翼で帰ってきて、一旦洞窟探索は終了と。よし、この流れで行こう。でクリフトにはちょっと鉄の槍を買ってあげるので、500円、あと300円か。鉄の爪鉄の爪弱いし。で装備を、羽帽子も手に入れたかな。クリフトのジャベリンを鉄の槍上がるな、やっぱり。で、革の帽子。ユーナって頭何装備してる？あ、羽帽子全装備してんな。これさ、全員分の装備揃えるとなると、めっちゃこれ苦労しないか。ただでさえ仲間が多いのに。そこにこの物価高。バンダナの方が上がるのか。鉄の盾も欲しいな。クリフト鉄の盾装備できる。買ってあげよう。クリフト強化。今回はクリフト強化だな。盾装備してないもんね。30から39、いいね。鉄の槍、鉄の胸当て、鉄の盾って、これさ、一般兵と同じじゃん。よし、じゃあちょっともう一回炎の洞窟へ戻りますか。これででもだいぶ戦力は、クリフトが強くなったから。おお、いいね。18。なんか強くなった感がないんだけど。9。アリーナ防御力だな。三河氏の服を買ってあげるか。そうすると金がいくらあっても足りない。あれ、羽帽子誰に装備させた？クリフトに装備させたんだっけ、さっき手に入れた羽帽子。まあ、この洞窟を探索してればレベルも上がって金も増えてバンバン台でしょう。うわ、来た、東堂ライネゲン。で、あとアリーナとクリフトのペアで倒せるはず。乙女のキス落としてくれ。落とした。これしかも2個落とす可能性もあるからな。まあ、2個っていうか2体なんだろうけど。じゃあまたこの洞窟へ入って。この2人は相変わらず何者なんだ。
何の仕事をしてるんだあの二人は。うわー、このバブリングス、これで倒せるようになってくれればだいぶ違う。よし、おー、眠りにらみ、ファイヤーニードガード、何なんだ、何の付加効果があるんだあれには。眠らされた。いやでもクリフト強くなっただけでだいぶ違うな。8レベルに上がったし。マホトーン、マホトーンとか使わないんだよな。でこっち行って、なんもねー。あ、出たボム。早急にボムを始末する必要がある。よし、これファイヤー効かねえ。わ、眠らされた。それ以前に危ね危ね。なんて使ってくるかな、自爆じゃなくてミスった。また眠らされる。OK、 ニューナもそろそろ上がってほしい。自分が上がったし。おお、上がった上がった。まあ、ほとんどお前もか。いや、クリフトとちょっとかぶってんな、言うな。まあ、召喚魔法が使える分だけ違うんだろうけど。お、宝箱をゲット。小さなメダルか。今小さなメダル何枚ある、すげえ手に入れてる気がするんだけど。わあ、このパターンだ。出た、シブワでちょっと決めよう。はい、食らうんだよな。そうするとファイヤーファイヤーファイラー。おー、来たー、ダイヤモンドダスト。うん、強い。てかイフリート、これ絶対シブは使った方がいいでしょう。あれ、こっちもいける、なんかある。あれ、2つあんな。だいたいこういうのがね、先に行った方が宝箱に合う確率が高いんだよね。これもニードル野郎がいる。うーん、防御だな。よーし、回復で召喚魔法のシールだと。あー、やっぱ暗闇か。ファイラーはでも絶対敵全体にやってくるな。一体に集中されると多分3、40くらいそうだからな。え、倒せない。当たるか、当たらない。暗闇直しとくか。魔法で暗闇直せなかったっけ。まあいや、目薬は何個、あれ治ってるなぜか治ってる。コイン使おうっと。よし、うわー、敵の出現が早い。もう一人戦士キャラはいてもいい気がするんですけど、2パンチ。これ回復力はでも絶対一人必要でしょ。今の段階でいくと勇者もコイン使えるからな回復専門は一人でいいな。クリフト、今のところクリフトだな。イノールがやっぱりでかい。全体にタダで回復できるっていうのは。これなんだ、守りの種、思い出の鈴。あ、ここに思い出の鈴あったのかよ。せっかく買ってきたのに。守りの種使いましょう。守備力上がる。これちなみに勇者外せんの、自分パーティー編成になってるけど。うおー、いらないところでクリティカルが出た。ゴブリンパンチ、そうか、ここでキマリを入れとけばゴブリンパンチ覚えられたな。キマリ多分ね、一生使わないと思うんだよね。そもそも入れないと思う。4人だからな。
かなり悩ましいよな、パーティー編成は。さてさて、あー、あそこに宝箱だけのところがある。こっち正規ルートだったか、もしや。あー、セーブポイントがあるな、取りに行こう。あれを取って脱出して、ボスに向かう感じにするか。あー、出た、ボム。メガンテ野郎、ユーナ若干遅いか。ファイヤー効くの、これ効かなそうなんだけど、殴っとこう。眠りにらみ、ファイヤー。やっぱりな、窓式火力が足りないな、普通の攻撃の。あれは取っときたいからな、だいぶ戻されるな。装備を整えるのもな、どうしようかな。まあ、勇者は優先して、あ、これはもうめんどくさいパターンだ。おっとっとっと、祈っとこう。うわー、届かなかったー。ファイヤー、うわ、大丈夫か。ダイヤモンドだそう。いつかオーロラエクスキューションになるのかな。お、カトン。カトンって何、使えるの普通に。忍者とかエッジとか仲間になるのかな。ちょっとアイテムを見てみよう。ちょっとこいつは攻撃しておいた方がいいから攻撃しよう。でクリフトだな、道具。カトンみたいなの、ないないね。ってことは使えないわ。祈っとこう。やっぱり忍者系のキャラがいるんだな、そうすると。しかも、ユウナ眠っちゃったし。うわー、暗闇になったよー。ミスるな、これめっちゃミスる。暗闇になると。ユウナは寝てるし。当たれ。当たった。祈っとくか、少し減ってきたから。ユーナに全然出番が来ない。ファイヤー、当たれ。オーケー、これ暗闇治るかな。お、アリーナが上がってくれた。暗闇、あー、治るな。暗闇は継続しないんだな。これで宝箱を取って、おお、ミスリルダガーダガー使ってるやついなくねえか。どうなんだ、装備できねえし。これだって爪でしょ、完全に。クリフトだって、あ、ダガー使える。ゲッ、ミスリルダガーの方が強い。俺は何のために鉄の槍を買ったんだ超ショックなんだけど鉄の槍だって渡す人いないよね。いない。主人公もだって鋼鉄の剣の方が強いだろう、どう考えても。うわー、すげえショックだ。とりあえず一旦脱出するか、じゃあ、これで。思い出の鈴。で、一回寝て、次は、イフリート戦に直に向かうか。よし。くらえ。おー、強い。ミスリルだが、くらえ。ロボキック。でも、装備を変えたから、だいぶダメージ抑えられんな。からもな、かなりダメージ減らされるからな。ま、歩いて帰りましょう、この距離だったら。ルーラがあればね、ルーラでひとっ飛びするんだけど、キメラの翼はちょっとやっぱり買い物系なんで使うのにもちょっと渋りますよね。よし、25円か、結構高いな。はい、いうところで、
まあ次回イフリート戦だと思うので、今回はこれで終了してまたやっていきたいと思います。